マコナコです。前回ディスク1が終わって、今回からディスク2に入ります。早速やっていきましょう。何かイベント来るかと思いきや、そうじゃないね。ムービー来るかと思ったけど。これ、どういう扱いなのかな？このラグナの方こういう風にね、見られるようになるってのが。いまいちわかんないね。変な服のおじさん。レインと話している。レインが誰だかわかんない。多分もう一人の娘って感じか？ああ、なるほどね。遠くから、離れた場所からやってきたってことか。実はこれ1ヶ月ぐらい空けてやってるので、少し前のストーリーよくわかってないんでね。確か何かカーニバルがあって、そこでイベントやっておしまいみたいな感じだったけど、急にこのラグナの話になってるから、どういう絡みがあるのかね。というわけで、セーブ。これは、この辺りやっといて。で、多分だけど、この辺りの、設定はどうなんだ、ジャンクション。ある程度はやってある。このまま行きましょう。ちょっと待って、HP が。なんでこれ HP 回復しないの？こっち側。どこだ、どこだ。ここでいいのかな？家の形が分かんなかった。随分体格差あるね。小さすぎやしないか、子供。ああ、すでに、これ、ラグナの子供ではないんだ。親が亡くなっていて、すでにね。ラグナが育ててるのか、かくまってるのかわかんないけど。本当に敵出るんだけど、ちょっと待って。余計なことしたな。もう一回戻って会話しようかなとか思ったけど。さて、高速でいいでしょ。倒した。この姿は初かな、この洋服の姿は。蜘蛛の糸。いいね。ステータス上がって。次どうするかな？突撃とか多分変にコマンド増やしてもなかなか使い勝手悪いと思うので。GF の HP アップ狙いましょう。会話してるけど、会話してるけど反応しないぞ、この子ど。もう、なんでだ？で、どこ行けってんだ？あ、隣行ったからこっち側だよね。さて。召喚使った方が手っ取り早いかな、これは。どっちが早いのか、なかなか判断ができない。ここか。なるほどね。魔物がいないってことか。ああ、なるほどね。こんな、いい年した子が。話の流れがちょっと分かんなかったけど、いきなり怒られたね。年齢的には結構離れてるような感じだけど、まあそれでも姉妹なんだろうね。おっと、また変なのが来た。まあ変なのというか以前の味方か。格好が以前と変わってるよね。変な服だけど、やっぱり変な服であってたか。悪い人ではない。
会話ができないんだよね。ということは結構離れていたってことか。セントラ大脱出。セントラ、どこだったっけかな。どこかを調査しに行った時にってことかな。1年か。じゃあ、あのカーニバルの話から1年っていう可能性はあるね。私が看病しました。私がこの野菜作りましたみたいな感じになってるけど。なるほど。場所は別れ別れになっていたってことか。なんかキロスが以前となんか見た目が変わってるからか。なんか人が違うかのようなね。何か聞きたいことは。ウォードも軍を辞めた。就職が決まっている。クリーンアップサービス。修理か何かかな。声は戻らなかった？どこかで喉潰したのか。ジュリア。言い方。疑いを持たれそうな。ああ、でももしかしたらジュリアって知ってるのかな、レインは。歌っていなかった。ピアノを弾いていただけ。Eyes on me。あ、何かもう今は有名になってるのか、歌手として。で、この今の名前がオープニングとか、オープニングだったか、まあどこかで使われるメインのソングだよね、歌だよね。結婚したらしい。なるほどね。軍の少佐と結婚した。カーウェイ少佐。これ聞いたことあるよね。あ、いや、そんなことなかった。よく知らないな。いや、カーウェイ少佐ってあれじゃない？いや、どこかで聞いたよね。もう片方のパーティーの時にどこかで会った可能性あるけど。え、リノアの親だっけか？ちょっともうあやふやだから言うのやめておきましょうか。これなんでダメなんだろう。多分、妖精さんってことはあれだよね。もう片方のパーティーの、まあ、誰かしらが来てるってことだよね。その仕事が何なのか。ここでパーティー多分、加わったのかな？加わっている。ジャンクション絡みができてない。適当にくっつけておいて。全部くっつけるか。設定がね、ちょっとどうすればいいかがわかんないから。どうすればいいんだっけか。戦うんで GF ドローアイテムか。魔法なんだけど魔法にしときましょうか。体力隠しポイント。もう一個の方も設定変えたいね。
これで 60% になるのか。まあ、だんだんと強くなっていくんだろうね。こういうのやっていくと。あまり、最初の方はね、パッとしなかったけどね、能力的には。仕事が何なのか。2階に上がってるのか。2階に上がりたかったわけではない。この水槽というか、金魚鉢、動いてるね。ここだけが、なんか動いてるんだけど。通れない。行きましょうか。どこ行けばいいんだろう。まあ、会話すれば。話して戦闘になるとは思わないんで。エスタ兵が来る。これ今どっち側の勢力となってるんだろう。なんだろう、魔女はまた別扱いになったのかな。ここ入るというわけではない。退屈。女の子の誘拐。魔女アデルの後継者探し。これがリノアってことか。多分後継者が。あー、そっか、ドローもやってみたい気もするけど。やるか、次は。ディスペル。ここから出る。素朴な疑問。何をしている？人手がいないのか。モンスター退治か。ウィンヒルという場所なんだ。そして助手になった。村の入り口までパトロール。何かクエストみたいなこともありそうだね。そして戦闘よく起こるね。ドローやってみましょうか。これ操作おつかついんだよね、悲しいことに。バッチリ倒してしまった。まあ、新しい敵が出てくるまではのんびりと。で、こっち側もドローをやっておく。アイブラ。一回やんなくても。めんどくさいとか思っちゃうよね。とか一瞬。この高速で動かせるからやってもいいかなとか思っちゃうけど。そうでなければ絶対やらないけどね、もう。プレステの。時代とかだとね。まあでもやってたのかな、当時は。もう今の感覚だと絶対ありえないけどね、これをやるっていうのは。だからいかんせんステータスに大きく関わってくるから。
やらざるを得ない。カーバンクルレベルアップ。ラグナは戦って、もう一個はドローをやっておく。それでもちゃんと経験入るからいいけどね。ドレイン、多分こっち側じゃないんでしょ。なんかこれだけ綺麗になってんだけど、これ HD リメイクする必要あった？リマスターか。町の人はそもそもいないんでね。何か手助けしろみたいな話があったけど、まあそれにしても本当この3倍速ありがたい。これ中入んないとダメだったのかな。王国に戻る。ハブの女。悪い奴に騙されるタイプ。え、なにこれ。本当に歩かされんの？勝手に移動してくれるかなと少し期待したけどね。ん？入れない。買い物。なるほどね。レインの名前を出せば物を売ってくれる。だが特段買うものもなかった。嫌味事だけ言われただけっていうね。中入れるね。レストランだけど人がいない。2階行けばいるかもしれないけど、まあいいでしょ、行かなくても。あ、でもアイテムとかがある可能性あるからね。本来であれば行かないとダメなんだろうけど。おっと、これ新しいの。スローが手に入る。あとケアルラも手に入るから、ケアルラだけでも。なんだろう、さっきと同じ敵のように見えるけど、これ違うのかな。結局、まあ多分この作業感がどうか落とした理由の一つなのかなっていう、ね、気はするけどね。これをやらないと始まらないからね。じゃあ終わらせるまで、全部溜まるまでやっときましょうか。さて、ようやく全部吸い終わったので終わらせましょうか。これでまたステータスアップが図れそう。ケアルやっといて、で、どれだけか何をやればいいかが分かんないんでね。ジャンクションだけか。ここで最強戦うで、下の方変わったので多分強くなってるでしょ。うん、パトロールごっこ、世界を旅するジャーナリスト、インバーマニアックス、あったね。そのなんで急にそんなとこ行ったんだろう。世界の様子を紹介する記事ならいつでも欲しい。まあ別にこの場所をね、旅という形で何か記事書いても良さそうだけどね。うん、結局離れたくないのかもね、この場所ね。
有名にしたらダメ。勝手に走っていってる。本当にモンスターいるんじゃないこれ。大丈夫？全然記憶にないんだよね、どんな人か。レベル結構上がってるね。中入って、ん、いないぞ。大丈夫か。けど命じている。あんな男言われてんね。文句しか出てこない。世界中のいろいろなところに行きたいんだと思う。一緒に行くという選択肢はないんだ。どうなんだ、聞かれていたとバレたのかな。あ、なんかずっとみんなこっち側向いてんね。会話、会長に報告。ああ、なるほどね。倒した数がちゃんと出るんだ。用意ができたら呼びに行くから、あなたの部屋で待っていて。右側か。隣の。行きましょう。操作きついな、やっぱり今の時代の感覚でやってしまうと。八方向しか受け付けないからね。詰まるんでね。まあ多分八方向で合ってると思うけど。カクカクするからね。おっと？ケアルが。んで、セーブもやっといて。休むのは、ベッド調べれば大丈夫か。これは今の場所の話じゃないか。おーっと、ようやく、ようやくメインの方が来たね。ああ、今はゼルが見ていたのか。多分だけど、ゼロスの方がゼルだったと思うけど。あれ、会えなかった？ああ、ウォードの方だったんだ。ウォードだけが
刑務所みたいなところで働くことになった。なんかクリーンセンターだかなんだかそんな感じの名前だったから、なんか修理の何かと思ったけど、刑務所か。え、何、ジェル動かすの？あ、もしかしたら主人公もそこにいるかもしれないってことか？スコール。あともう一人いたよね。え、どうすればいいんだろう。やることなくなったんだけど。あ、真ん中座った。ということは刑務所ではないってこと？いや、刑務所か。ウォードは掃除をしていた。まあだからクリーンなんとかっていうところで働いてたってことかな。同じような部屋がたくさんあった。うん、刑務所がある。え、じゃあスコールなどもいる可能性あるか。で、この4人も魔女を襲った扱いになってるのか。アーバインの野郎。そっかそっか、もう倒されてる可能性もあるっていうことか。今の段階だと分かんないもんね。なんかスコールだけ。あ、これなんか個室みたいな感じかな。一瞬どこかの車の中かなとか思ったけど。傷はない。ガルバディアの兵に囲まれた。サイファーがにやついていた。これ個室ってことかな。ん？個室が運ばれてるでいいのかな。ああ、なるほどね。こういう風にやっとけば脱獄ができないってことか。用があるときだけ上に運ぶ。うん。嫌な感じのやつ。また騒ぐんじゃねえよ。うん、さすがに分かってるね。いきなり殴りかかってくんじゃないかと思って、ちょっとね、気が利いてなかったけど。ああ、やっぱりリノアを探している。しかも名乗ってしまう。これで3人パーティー出来上がったね。サイファー来てるね。
あ、何今の変なの。シードとは何か。これサイファーが普通に答えられるんじゃないの？ああ、なるほどね。シードじゃないんだ。そういえばそうだった。電気か。あとはアーバインだけがわからないってことか。晴れ姿、魔女の騎士になった ガキの頃からの夢ね。なぜそんな夢を抱いていたのかはよくわからないけど。拷問係、煽ってくね。悪の傭兵が戦う宿命の物語。さて、残った3人。魔法の効果を抑えるフィールドがある。つまり治ってないってことが今のケアルで。これ何なのこの人。何なのこれ。役に立ってないんだけど。放っときましょう。いや、これでもメインストーリーに関わんのかな？よく全くないんだけど。え、食べ物持ってきたんじゃないの？食べ物置いてってくれなかったんだけど。多分あれも食べれないでしょ。何か置いてあって入ってたとしてもね。ガーデンへのミサイル発射準備。シード狩りが始まる。最終的にはサイファーとも戦うことになるんだろうと思うけど。なんだろう、変形とかするのかな。どうなんだ、一応上やっていこうか。あまり間抜けな選択をするのもね、なんだからね。
なんで煽るかね、ここで。このお休みは誰が言ったんだろう。あ、ムンバという生物なのか、あのモンスターみたいなものは。あ、そっか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 、向こう側でラグナが眠ってて、今ラグナのセリフなのかな。キスティス先生と話そうとするとイベントがまた始まっている。脱出を考える。まず武器、あーそっかそっか、別の人の話のセリフでなくて、このなんか心情を描いてるって可能性もあるのか。こういう話が誰が喋ってるかとかがね、分かんなかったりするから、特にラグナとね、こっち側との絡みもあるからね、いまいちそこら辺で判断ができなかったりする。あ、なるほどね、場所はある程度知ってるんじゃないかということで。蛇に噛まれた。さてどこ行けば上かな。多分見つかったらダメなんだろうけど、手前側行かなきゃ。あ、いや違う、ここ閉まってる。手前側、まあなんかあるね、武器ね、ムチとヌンチャクみたいなものが。これ誰の武器か分かんないけど、あれかスコールか。もう一個は、あ、そっか、拳だもんね。この3つあれば全員分。あとリノアの武器がないか。設定するの忘れてた。これがあるから嫌なんでね、このちょこちょこ切り替えるタイプのゲームって。ローズセーブあったっけか、これ。あ、よかったよかった。弱くてよかった。オートセーブなかったら結構長いこと、ラグナのところでセーブやったっきりなので。早くジャンクションさせてもらいたい。顔を叩くな。これラグナか。いや違うな、スコールかもしれないな。うん、今度ラグナか。またわけのわかんないことになってる。スコールの中にラグナを見てるかのような、そんな感じなのかな。多分ラグナと以前縁があったんでしょう。でかくなってんね。なんなのこれ。なんなのこれ。何がしたいのこれ。
よくわからない演出が面白い。設定をちゃんとやりましょうっていう感じでこの画面になったね。これ他の人が装備やっててもね、即座にできればいいんだけど。ということは一旦全部外さないとダメ。うん、あとは全部できている。とりあえず HP と力を上げて、最強戦う GF ドローアイテム力アップ。うん、力と魔法か。 HP 上がってもらいたい。 HP 上がらない。 HP 上がる。GF ドロー魔法。あー、分かりにくいね。相変わらずこれ最強なんでできないんだろう。魔法がなんか全くないみたいな感じになってるのかな。あー、多分そうだね。アーバインから全てもらう。選択やったけど、あ、受け取るキャラクターを選ばないとダメなんだ。キスティス先生で全てもらうだからね。そりゃそうだわな。これで大丈夫。最強戦う。あとはセルフィー。余ってるもの全部つけましょう。これ、2、4、5。まだ5つだけか。で戦う。ドロー。これも魔法でいいでしょ。んで、あとは回復。回復。これ並び順変えらんないのかな。まあ、配置があるから。行きましょうか。ビッグストウェッジ。向こう覚えてるかね。うん。かわいそう。さて戦いになるけどどうなんだろう。 GF 使い続けるって手もあるから、その前にドロー。あれ、ゼルとかは HP アップやってなかったっけか。絶対やり忘れてる可能性はあるけどね。受けるダメージはそこまででもない。何か取れる。これも何か取れる。リフレク。エイスト欲しいけど、まあ今回はドロー失敗あるの。あ、ちょっと待って、何これ。なぜ取れない。多分召喚獣の可能性もある。リジェネか、全然違うんだけど。まああとは、ずーっと GF 呼び出せば。早めていいでしょ。うん。セリフもちょっと飛んでしまうからね、3倍速になってしまうから。
その時は遅めなんで、ダメージ食らったタイミングで多分またセリフ出る可能性あるから。うん、ああ一人倒れた。サイレントボイスは攻撃系じゃないのか。あ、カーバンクルも攻撃系じゃなかったな。倒れたかな。倒れた。これがあるのかな。それでも FF5 と比べてはちゃんと経験入る場面も多いとは思うけど、 FF5 のピクセルリマスターをやった後に今これプレイやってるんだけど、多分そこら辺の名残が出てるよね、ボス戦で経験入らないというのは。 HP アップやっても811なのか、面白くないね。もう一人、うん、何も喋らない。で、そっか、装備という概念ないんだこのゲーム。またまた何かボタン押したぞ。上でいいのかな。モンスターが放たれる。魔法アンチフィールドを解除。あ、それの効果で低かったとか、それはないよな。多分ないと思うけど。あとは敵の強さがどうなのか。うん、なんか変な声出してたね。マイクロミサイル。800？ 結構辛いんじゃない今の。早めるべきか、それとも丁寧にやるべきか、まあ、GF で全部いった方がいいと思う。全部召喚獣が攻撃受けてくれるんで。雷に弱そうだね今の敵。燃料、イフリート、 HP プラス覚えた。イフリートを今やってるのはアビリティか、こっちではない。あれ、今の覚えたは誰だ。もう勝手に適用されてんのかな。ということはイフリート、さらに、ああなるほどね、 GF の HP がプラス 10% だから特に設定はできなかったのか。多分上でいいと思うけど、上の方持ってかれたもんね。上で良くないか、行き止まりになってる。いやーこれ厄介だな全部見ていくの。バーソク、あ、でもあれか、上行けるな、さらに。ここは通れない、通れないのか。ここも回り込まないと。
これ泥をやりたいけど、まあやらんでいいでしょう。あ、でもそこまで受けるダメージは大きくない。レベルアップ、これ全員レベル低いんだよね。育ってないキャラクターなんで、今誰だっけかな、セイレンだよね。セイレン、治療コマンドはいらないでしょ。魔力アップ、誰かいるね。バトル系、見なかったことにしましょう。どうなんだろう、カードは一回もやらずにこの最後までいけるのかどうか気になるんでね。あ、通れたじゃん。あ、セーブポイント、よかったよかった。長らくセーブやってなかったような気がする。うん、30分近くセーブやってなかった。では今回をここまでで終えて、また次回続きやっていきたいと思います。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。